経験ゼロのウェブ企業が、機械学習に取り組んだ話と題しまして、白木義子から、発表させていただきます。よろしくお願いします。さっきもスライド出してください。自己紹介です。私白木義子と言います。アディシ株式会社の技術開発部の、エンジニアをやっておりまして、最近だとジャンゴで API サーバー書いてたりとか、テキスト分類タスクとかに取り組み始めたのと、インターン生そこにいる岩渕君なんですけど、が開発しているこう画像分類タスクの、サポートをしています。で、自己紹介はそのところにして、今日話すことです。この資料自体は発表自体は実は2回目でして、同じような発表をしているんですけれども、スライドシェアに同じタイトルで、探してもらうとこのスライドが出てくるので、そちらをご覧になっていただける、ご覧になっても大丈夫です。で、今日話すことです。私というか弊社に関してなんですけども、機械学習を一切取り組んでなかったウェブ企業だったんですけども、機械学習を取り組み始めた背景と、その取り組んだことによって分かった重要なことについて、経験的にその経験を知見共有的に紹介いたします。まず弊社の紹介をさせていただければと思うんですけれども、宣伝というよりもどちらかというとバックグラウンドを、理解していただくという目的でお話しいたします。はい。アディシは2014年に親会社のガイアックスから分社化しまして、2006年から、サービスを提供して、提供していたこう SNS モニタリング事業とか、24時間365日の友人 と、システムによるサービスを展開しています。事業の対象にしているのは主に、オンライン上で発生する、コミュニケーション上の課題に対して取り組んでいまして、人の手、ウェブ技術、そこにまつわる専門的なノウハウを武器に、サービスを提供している形です。で、具体的な事業といたしまして、代表的なものは24時間365日の SNS の目視チェック、投稿を、人間による目視で、チェックをするモニタリング事業 と、メールや電話とチャットの、顧客対応を、代行して行うカスタマーサポート事業 と、他、2事業の主に4事業を展開しています。で、これらの事業に共通するのが友人による、対応を必須としている、点です。現在正社員は40名ほどに対して、正社員は40名ほどに対して、全拠点のアルバイトスタッフを含めると、従業員数は400名弱でして、東京以外ではこう仙台、福岡、沖縄とフィリピンのマニラに、スタッフがいまして、監視やカスタマーサポートを行っています。で、こうしたアルバイトスタッフがいることであったり、こう管理ノウハウを持っていることが特徴であって強みだと思っています。で、最近のトピックなんですけど、ヒトボの提供を開始しました。ヒトボはチャットサポートサービスで、チャットボットの構築と友人オペレーション体制の構築を行うサービスになっています。エンドユーザーとチャットを介したやり取りをする中で、こう回答可能な投稿であれば構築したボットが返答して、一方でボットが回答できないような、投稿が来たときにはサポートスタッフがその対応を引き継いで、ユーザーと直接、対応するという形になります。で、こうしてこうボットの大量で同時で迅速に対応できるっていう強みと、人のこう文脈とか相手の要求を正確に理解することができるという強みを相互補完するような形で、カスタマーサポートを実現できる、サービスとなっております。と、ちょっとビジネスライブな紹介をここまでにして、今まで行っていたエンジニアリング、技術領域についてお話しします。これ例として、その SNS の監視サービスのシステムについてざっくり説明しますと、Facebook や Twitter、とか、クライアントが持つ SNS などに、投稿された書き込みを自社で開発した、モニタリングツールを使って収集して、運用スタッフが目視監視を行って、表示・非表示を、決定します。その監視作業を効率的に行うための運用ツールとして、ウェブブラウザアプリケーションを実写開発していて、一つのウェブブラウザアプリケーション上に、監視作業が行えるようになっています。このようなツール作成などのに、技術を使っています。で、弊社におけるこう技術の存在意義っていうのが、こう運用を効率化するっていうことであって、それは友人体制を補助するという、意味があります。で、ここでこう技術って言っているんですけれども、まあ、実際は SNS 自体がウェブサービス、Facebook とかウェブサービスのブラウザを立ち上げて、で、合わせてこう、それに合わせて、ウェブを
利用しているわけなんですけれども、こうシステムに求められる要件としては24時間365日稼働しなければいけないであったり、こう SNS との API 連携をしなきゃいけない、で膨大なデータをさばく技術が必要であって、作業しやすい画面デザインなどが求められます。で、こうした要件の中でこうイメージしやすい、本当にイメージしやすいようにっていうのを出してるんですけど、実際に社内で品質しやすい、品質する単語っていうのは例えば AWS であったり、まあ、例えばサーバープロビジョニーであったり React.js だったりとかっていう、こうしたライブラリーなり実装なりを使って、日々、アプリケーション開発をしています。まあここで、はい、お気づきだと思うんですけども、機械学習の文字っていうのは一文字もないですね。でこう昨今の動向や機械学習にできることなどを検討をして、結果としてよしやるぞってなったんですけれども、こう半年経っちゃって、ちゃっちゃいましたと。でこうその取り組みを通して得られたこう重要だったこと、こう気づきベースの、重要だったことっていうのを共有したいと思います。で、重要だったこと、まあ、こう5点本来は挙げてたんですけど、今日時間の関係上 4番はちょっと削除して、お伝えしたいなと思っております。はい、じゃあ1つ目、今を知る情報収集っていうので、こう機械学習を始めましての方はもう何から手をつければいいのかっていうのを一度は思われたと思うんですけれども、こうなんかディープラーニングすごいんだけど、テンソルフローのチュートリアルやったんだけど、こう実際その先どうすればいいのって疑問を持たれた方いらっしゃると思うんですけれども、僕もその一人でして、でそこで打った手として、こう片っ端から情報収集するっていうのを行いました。でこうディープラーニングってまだまだ新しい技術で、言っても2006年ヒントン先生が、ブレイクスルーを果たして話題になったのが2012年なんで、言っても今からの世の中の情報を抑えておくだけでも、こう適用範囲とか、使い方、などの情報っていうのがもういっぱい出ていて、まあ、こうした情報をさらっていくわけで、収集していたこう情報ソースなんですけども、すみません、これも時間の都合上省略します。ここそのスライド見ていただければこう参考になるかなって思っています、はい。まあ、このようにしてこう情報収集をひたすら行っていくにあたってのこうメリデメを挙げてみたんですけど、メリットはこう最近アイノーさんをはじめよく記事を書いてくださってるおかげで、こう初心者向けの記事からこう発展的な内容とかの記事、新しいアルゴリズムに関する記事とか紹介とかが集められるので、こう技術要素のインデックス、この技術こういう課題に対してはこういうアルゴリズム使えばいいなみたいなっていうような、そのインデックスみたいなのを頭の中で、作ることができます。でその結果、課題に対してこう適用すべき技術要素の選定が行える状態になって、こう何から始めたらいいのかみたいな回を思いつけるようになる。これがすごく重要で、で反面デメリットとしてこうかなり情報過多になっちゃうので、こう無限に時間そこに使えちゃうっていう状態になっちゃいます。でこうそれともう一つ、これ人によると思うし、こうエンジニアあるあるだと思うんですけど、まるまる使ってみたみたいな技術記事がこうなんかに触れるので、こうやりたいことだらけになって悶々とした日々を過ごすことになっちゃう。でその点はこう自分自身と相談してやりくりしましょう。で次に重要だったこと2つ目、高速で、仮説検証を回すです。こう機械学習の経験がないっていうのは当たり前なんですけど、深刻な問題で、教師のアノテーションルールだったり、モデルだったりハイパーパラメータだったりの変更が結果に与える影響っていうのが全然分かんないんですよ。もうっていうか何も分からんんですよ。で論文っていう、こう形式値はあるん、高知なものになっているんですけど、一方で全ての論文の知識を手に入れることであったり、こう該当の論文を探し出すっていうのも、まっすぐには難しいですよね。でなので、結論として実際に自分の手でやって確認してみるっていうのがこう割り切ってやっていました。しかも高速でやるというのを決めてやっていました。こう意識するべきことは、こう仮説検証の PDCA をいかにどれだけ早く回せるかです。こう早く回せれば、こう変更と何か変更を加えた、変更とこうその変更に対しての結果の数字が、出てくるので、その効果っていうのを確認することができます。この因果を、経験的に学んでいくっていうのはとても重要で、すごいこう暗黙的なものにはなっちゃうんですけど、重要で、その実践あるのみというか。でその回した回数だけこうツール、例えばこうカフェとかテンソルフローとかそんな、などのこうディープラーニングフレームワークであったり、サーキットランであったりの機械学習ライブラリであったり、その使い方が同時に覚えられます。
使い方を覚えてこう手足のようにライブラリを使えるようになれば こっちのもので、実際に実装していて困ることってフレームワークの使い方、例えばフレームワークが提供している API の、使い方とかを調べている時間って結構取られると思うんですけれども、そこをクリアにすることができると、さらに早く PDCA を回すことができる。で、使い方を覚えて使い方を覚えてできることっていうのがまた広がるんで、新しい課題が出てきた時に対応できるようになったりとか、新しいサービスにつなげられるとか、面白いものを作れるとかの新しいチャレンジができるようになります。そして意識するべきこと2つ目、その PDCA を早く回せるような環境を同時に作りに行くことです。エンジニアはこう理論をインプットして実装して課題学習して結果を見て仮説を立ててまた改善施策を考えてみたいなを集中できるような状態にして、課題に向き合える状態にしないといけません。こうマルチタスクでいろいろやるみたいなのはその機械学習に慣れたエンジニアがやることで、初めましてのエンジニアは集中してコードを書いていかないと、当たり前なんですけど中途半端な成果しか残せないと。なのでこう、っていうのと、またこうデータの準備や補助ツールの開発など機械学習の知識を得るっていう意味でこう本質的ではないので、こうそれは周りの人がサポートした方が成果を残せると思っています。で、取り組みを通して得られたこと3つ目、すぐに成果を求めない。で、機械学習を実稼働させるまで実際もう何せ時間がかかると、実際に作り出す役割にあるエンジニアにはこう機械学習システムを作るにあたって大きく4つ、作業があるかなと思っていて、1つ目はインプット、アルゴリズムの学習で勉強であったりこう情報収集だったり、あるいはライブラリの使い方を知ったりとか写経、人によっては写経をしたりとかしないといけない。で、2つ目は実際の作業、実装して学習させて結果見て、評価して考察してって実際に作る部分を、の作業で、3つ目はアウトプット。これ結構企業寄りの話でもあったりすると思うんですけど、緊急で何か重要な作業でこう得られた暗黙知を形式知に落とし込むための、例えば、ブログ記事で書くを書くであったり、こう聞いたり記事変えたりみたいな文章化する作業っていうのがあります。で、さらにこう実際 の作業の一コマにはなると思うんですけど、結果出しても精度悪くて、精度良くするためにあの手この手繰り返して作業するみたいな、こうやればできるの世界じゃない機械学習らしい作業っていうものがあります。なので、意識するべきことはこう長い目で待つことを想定のうちに入れておかないといけないです。前のスライドにある作業っていうのは絶対に必要で、やっぱりそれにも相当な時間がかかるものです。で、またこう論文に近い数字、例えばディープラーニングが 95% 近くの精度が出たりするよみたいな記事がよくあったりするんですけども、それって実際のデータセットって研究で用いるものってすごく綺麗なことがあって、研究で用いるようなデータセットは綺麗で、一方で実際こう実務で使いたいこうデータセットってその研究で用いるものよりも汚いことが多いんで、目標に段階を作ってスケジューリングを操作するということも観点として必要かなと思っています。で、機械学習っていうのは失敗があり得るもので、どうしても目標とする数値に届かないだとか、この日までにこの目標数値を出すっていうのがスケジューリングしていても実際出せなかったみたいな失敗があると思います。で、エンジニアはおおよそ見込みがあって作った目標であっても、こう常に本当にそれが超えられるかどうかっていうのはこう不安で、超えられるかみたいなところはこう不安と隣り合わせの状況になっちゃって、で精神的な負荷も大きいので、そのケアをするっていうのも観点として必要かなと思っています。で、最後の5つ目、目標を明確に定義するです。これは特により具体的な例になるんですけど、昔機械学習を取り組みにあたってそこで設定していた目標が、こう丸々な画像を自動分類、これ二次分類なんですけど、自動分類してソリューションとして提供するということをしていました。なんですけど、そこからこう試行錯誤を繰り返して開発進めて、こう再現率 90%、 適合率 60% 分類器ができたけど、現状自分たちがサービスに使える分類器作れてんの、あれ実際私自分たちのゴールってどこなんだってなりました。こうまさに終わらない戦いなわけ で、そこから何に注力して、改善をしていけばいいのかわからないっていう状態になっちゃいました。まあ、これは当然ダメで、で自分たちはこう検討を重ねて目標を細かく定義し直しました。
丸々という戦略で、三角三角な企業に対して四角四角というソリューションを提供しよう。そのためには、最低限の性能として再現率 80% 以上、適合率は 70% 以上の性能を持った分類機が必要ですというふうに定義し直しました。でこうした目標設定があることで、僕たちはこう次の改善の方向性として、現状は目標に対して再現率は高いけれども適合率は低いみたいな、状態になっているっていうのが見えたので、クラス判定の敷地を設定し、クラス判定の設定し、敷地設定をもう少し厳しめにしてみようとかっていうふうに考えることができました。でこの再現率 80% 以上の部分が目標設定になってて、このその目標設定と現状の差分をから現状の課題の認識ができて、でその現状の課題の内容から持っている知識と合わせて解決策が、思い浮かぶようになるんです。でここから重要、ここから分かった重要だったことは、機械学習で達成すべき目標を明確に定義することでした。理由は、使うべきアルゴリズムが決められるであったり、用意すべきデータセットはより的確なものを決定できるであったり、パラメータの値調整も方針付けられる、で評価方法も適切なものを用意することができますし、何よりもゴールが見えているので現状を伝えやすく認識しやすいっていう、良いことがあります。で、以上になるんですけども、これ今まで言ってきたことってだいぶ当たり前なことでもあったりするんですよね。でも意外と当たり前を見落としがちになっちゃうかなと思っていて、作業に集中しちゃうと。だからこそ、機械学習を始める前に少しでも、今までのことっていうのを少しでも意識してみたらいいんじゃないかなと思っています。はい、僕からの発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。質疑応答でした。はい、大丈夫です。質問がある方がいらっしゃいましたら、あ、じゃあ佐藤前さんの言う先にじゃあ具体的にどういう業務に対して機械学習を利用したんですか。おっと、これ池谷さん、これは画像分離までしかない。すみません、企業秘密の部分が入っちゃうので、あんまり詳しくは言えないんですけど、画像の分類、画像の認知分類に対して、取り組んでいった、中での、話にはなります。それは今まで人がやってたことを機械でやるよ。あ、そうです。機械学習だって精度が出ないとか成果が出ないっていうところが多分すごい今問題になっていたり、やっぱりデータが全てっていうか元のデータがちゃんとしてないと全然ダメで、じゃあそのデータどうするのとかいろんな問題が今出てきてると思うんですけど、まず一つその、精度が出ないものに対して、経営陣に対してどういうふうな説明をするのかが一点と、ちょっと企業秘密になっちゃうかもしれないですけど、そのデータの取る、そのデータを取る、データがすごい大事だと思うんですけど、データを取るところの苦労をちょっと聞かせていただけたらなと。はい、実際に精度が出なくて、経営陣にこうこうこうだから精度出なくて困ってるんですみたいなっていうところを、こう説明する場っていうのは、今経験っていうのはあんまりなかったんですけど、もしやるとして、やっぱり理由、そこの精度でないところの理由っていうのはやっぱ考えなきゃいけないし、そこで見えてくるものっていうのも一定あるかなと思っていて、なので、理由をちゃんと説明する、なので、精度でないんですっていうところは言えるかなと。で単純に僕たちが取り組んでいるものって結構、難易度の低かったりするものタスクでもあったりするかなと思っていて、検出したい画像が明確であったりとかっていう部分があるので、すごくそこの部分に精度が出ない部分に関してっていうところであんまりこう困ってはいますけど、なんか一点ブレイクスルーができちゃったっていうところはあります。経験的にはあっちゃいましたですね。はい、そんなところで書いてもらってます。あともう一つデータのところ、データが来るどういうふうな、そうですね、データの、あと弊社に関してなんですけど、人間がもともとこうと実際その画像の中でどういうバリエーションがあるかっていうところをこう考え
っていって、そのバリエーションを結構網羅的に、考えていくことが一つで、そのバリエーションに対して、的確なこう十分量の、データを集めきるっていうところも、やりました。ただ感覚として結構画像の分類なんで、それをうまくやればそんなにこう精度出ないわけでもないんだろうなっていうふうには思っています。データもひたすらクロールで拾ってくるんだろう。はい、もともとこう弊社が持っている画像セットっていうのもあるし、足りない部分は、Web からっていうところをやっています。他に何かあります？ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。